そうですね、張り回すも全て、まあ、対抗系の将棋で、うん、そうですね、まあ、どれも結構まあ中盤戦がまあ長いこう将棋になって、うん、そうですね、まあ、判断がそうです、ね、難しいところが多かったかなというふうにまあ、感じています。まあ、これまではそうですね、まあ、2日制で、そうですね、まあ、そういったこう対抗系の将棋というのはまあなかったので、まあ、今回の王将戦でやっぱりそういったところでまあ考えてみると、まあ、いろいろ、なんというか、うん、まあ、これまでと、まあ、違った、まあ、そのまあ感覚を得られるところもあったかなというふうに、はい、思っています。まあ、その、まあ、記録というのは、まあ、まあ、意識はそうです、まあ、していなかったんですけど、まあ、逆に、まあ、なんとか意識してもなかなかまあ目指せるというものでもないので、まあ、なんとか、まあ、光栄なことかなというふうに思っています。まあ、そうです、まあ、これまでのタイトル戦振り返ると、そうですね、やっぱりまあ苦しいシリーズもまあ少なからずあって、たので、そうです、まあ、その中でもこういう結果を残せたというのはやっぱりまあ幸運もあったかなというふうには、はい、感じています。